はいどうも、キャプテンです。今日はですね、こちらカロスペース2をちょっとね、開封してセットアップまでやっていこうかなと思います。皆さんね、ランニングするときにウォッチを多分使われてると思うんですけども、ちょっとね、今回はこのカロス、ご提供いただいたので、ちょっとね、使ってみたいなと思います。はい、じゃあちょっとね、せっかくなんで開封していこうと思います。箱はね、こんな感じですね。正方形の立方体に入ってるって感じです。で、商品名がカロスペース2ですね。はい、こちらの商品が海外では発売されてたんですけども、昨年、幕開けでクラウドファンディングして、日本で発売というふうになってます。でね、そのクラウドファンディングがめちゃくちゃ人気で、一応予定の、3980% だから39倍の、申し込みがあったみたいですね。1900万円集まったみたいです、この時計に。ね、すごいね。やっぱで、最近のランニングウォッチとかね、いろいろありますし、ランニングやってる方も多くなったと思うので、やっぱ注目度が高い。じゃあちょっと開けていきます。こんな感じで、なんかアップルとかなんかそういった感じに見えますよね。で、下にこうね、シールが貼ってあって、じゃあいきます。スポッと、あ、クイックスタートガイドがまずあって、こうかな。で、ユーザーガイド、あ、すごい。こんな感じで、やっぱ多言語用にちょっと厚みがある感じですね。ペラペラペラっと。で、あとステッカー。ちょ、読み方はね、カロスが正しいみたいですね。はい。で、来ました。はい。こんな感じで入ってます。見えますかね。はい。はい、エクスプローラーパーフェクション。探せと。エクスプロールしろと。パーフェクション。あ、こんな感じです。持った感じめちゃくちゃ軽いですね、これ。すごい。今アップルウォッチをここにしてるんですけども、もう全然違いますね、軽さが。一応軽さが、公式で 28g ですね。100円玉6枚らしいです。ナイロンバンドだと 28g なので、こんな感じですね。で、中身が、他にはそれだけかな。 あと、そこにもなんか入ってますね。の、そこに箱があって、そこには充電ケーブルですね。はい、これも専用の端子がついてますね。ベルトのここもすごく特徴的ですね。なんか二重にやる感じで、なんかすごく頑丈に取れる感じがありますね。ちょっとこれなんか面倒くさそうな感じがするけど、わ、すごい。わ、めちゃくちゃこれ軽いっすね。わ、めっちゃ軽い。で、充電がここにありますね。端子を、挿していくっていう感じですね。ちょっとこれ充電してみましょうか。ちょっと充電をしてみようと思います。ここですね。ここにこう挿すタイプの充電するやつですね。で、あ、つきました。あ、こんな感じなんだね、カロス。あ、これで、言語設定とかしていく感じですかね。決定ボタンはどれだろう。ちょっと説明書を見てたんですけど、これかわいいですね。日本語って書いてありますね。日本語は101ページ。え、ちょっとボタンの場所がわからん。でもね、ボタンは2つしかないですね。こことここしかないですね。で、これね、特徴的で、ここのリューズっていうんですかね。これで操作できるんですよ。基礎言語は日本語でフィックス。で、これ押せばいいのかな。あ、押したら決定ですね。あ、で、これでアプリを、一応です、キャプテン iOS なんで、iOS のアプリをもうダウンロードしています。はい、じゃあセットアップをしていきます。一応ですね、アプリの方があるので、これをね、起動していきます。カロスですね。はい、で、どうやっていくんだろう。セットアップは、この時計のマークを押して、新しいデバイスを追加。あ、出てきますね。ペース2。カメラ。あ、すごい。QR コードを読んでペアリングするんだ。あ、すごい。あ、来ました。デジタルダイヤルの連絡を解除します。
あ、これ説明ですね。データを表示します。デジタルダイヤ、すごい、ペアリングめちゃくちゃ簡単。あ、これはいいね。もうなんかこっちの方画面出てますね。通知許可します。このリューズが、移動でデータ表示、デジタルダイヤル、あ、デジタルダイヤルっていうみたいですね。を押してメニュー、押してメニューに入る。でバックキーで戻る。長押しでこれ、ま、これ長押しで、ツールメニューですね。はい、じゃあ次へ行ってみますか。ちょっと、あ、これね、キャプテンは左手ですね。左手、こうやって選べれるんですね。でボタン位置、あ、これね、上下にもできるんですね。まあ普通の右側ですね、スタンダード。で毎日の目標、まあ高い。1日10キロ走ったらだいたい600キロカロリー消費されるんで、まあ中でいいかな。か、就寝時間、23時。ああね、ここで設定していくんですね。最大心拍は、ですね、185ぐらいだと思います。で、これ多分あと適当でやってくれると思いますね。パーセンテージでね。ちょっとこの辺りはまた後で設定します。やっぱね、この辺りを設定きちんとすることでね、全部出るんで、メッセージ通知、ちょっといいんで、全ての通知をオフに。ああ、これ通知機能もついてるんで、どれを通知するかっていうやつですね。まあ、じゃあ、このネイティブのアプリでいきますか。ペアリング成功おめでとう。ちょっと画面はあまり何も変わってないですね。で今時間が10時10分なんですけども、多分自動的に設定してるみたいです。で初期でバッテリーは、79% 入ってるのかな。はい、では体験を始めます。あ、新しいファームウェアは更新します。じゃあ一応、いや、ちょっと後でいいかな、これも。後でちょっとファームウェアは、これでも使える感じですかね。ちょっとじゃあ使ってみますか。わ、すげえ軽いっすわ、やっぱり。お、軽い。ちょっとなんか、ベルトが、慣れないですね。ここに一度、こう通して、通して、こう通して、もう一回ここに入れるんだね。でこれでつきました。でここに入れる。あ、つけた感触はなんか結構しっかりきますね。なんかちょっと言い方悪いかもしれない、ちょっとなんか安いこのバンドな感じがありますね。まあ、でつけてみると、ものすごい軽いですね。普段つけてるアップルウォッチが 49g なんで、なかなか軽いですね。シリコンバンドだと 35g。 シリコンバンドだと 35g、 ナイロンっていうのか な、 なんかマジックテープでバーってやるやつ、あれを買うと 28g に多分なると思います。でね、何ができるかっていうと、普通のね、ランニングウォッチ、基本的なランニングウォッチのことは、まあ、ほぼほぼできるっていう感じです。GPS がついていますので、ログデータが取れます。自分の走ったペースとか距離とかを地図上で見ることができます。センサー類、他のセンサー類とも接続することができるみたいですね。ちょっと心拍計とかつなげてみますか。はい。じゃあちょっとね、ここに、ガーミンの心拍計があるんで、これをね、ちょっとペアリングしてみたいなと思います。ツールに入って、ストップウォッチタイマー。アラーム、ウォッチフェイス、ナイトモード、設定かな、設定で、スマホペアリング、あった、センサー、センサーなのかな、アクセサリーなのかな、センサー、光学式、あ、センサーっていうのはこの本体に入っているセンサーのことを指して、でアクセサリーっていうのがあれば、多分心拍計につきますね。でいろんなね、連携するものがあって、心拍計キャプテンの今つけてるやつ ANT プラスなんで、これで検索中心拍計と来てるかな、来た。これで OK を押すと ANT プラス、あ、追加しました。あ、これで追加されたっぽいですね。あ、すごいな。一応ですね、あと他にもパワーメーターっていうのもつけれます。一応 Bluetooth とかでもつけれるんで、なんか他にもね、他のメーカーのセンサーとかを簡単につけれますね。サイズ的にはガーミンとかと同じ 240×240 の、サイズですね、ドットが。でセンサーは、まあ、こっち内側にここ
腕で光学式の心拍センサーもあるんで、こういったねあのサードパーティー製の胸につけるやつじゃなくてもつけれるっぽいです。でもちょっとねどうなんだろう、こうセンサーが若干ちっちゃい感じがありますね、あの他のと比べると。ちょっとあの精度が若干気になるところです。でこちらが充電コネクタで、ね、結構ボタンがね2個しかないんで、逆になんかすごく操作感がいいかもしれないですね。ラップとかってどういう風にやっていくんだろう、ちょっと言いますか。例えば使うときはここを押すのかな、あ、ラン押してランで開始、 GPS と心拍を検索で後で開始してください、はい、スタート。これでディスプレイを変える感じですね。心拍今62って出てます。あ、一応普通にケイデンスとかも出て、あ、パワーもそもそももともとありますね。体力っていうのもあるんだ。2秒、これがラップ時間ですね。ラップはこっち、あ、ラップは下のボタンですね。あ、こんな感じの音かな。音と同時にあの振動もあります。でストップ、ストップは上ですね。でここで続けるか終了、保存、詳細、アップデータ、あー、こんな感じで、あ、結構ねこのねダイヤル、デジタルダイヤルがすごくいいですね。なんかボタンでこう上下やるときってこうねこっち側にあったりするんですけど、こうやらないといけないんですよね、上下が。なんですけどこれだともうこれでいける。ちょっと腕につけてやってみるとどんな感じなんだろう。結構これ操作感はなかなかいいです。ちょっとまだ走ってないんですけど、あー、これはいいな。で戻る、戻る、アップデートか。ちょっと終了すると、あ、なるほどね、ワークアウト1分間データ保存しますか。ちょっと保存してみます。保存しました。でこれがちょっとどういう風にスマホの方で見れるかっていうのもちょっと気になりますね。あ、すごい、もうなんかもうアプリを開いたらすぐ同期されてましたね。めちゃくちゃ早いですね。あ、すごい。あ、一応データもこんな感じで見れるんですね。あ、なんかすごく 見やすいですねこれ。結構アプリ的にもこう使いやすい感じはありますね。シェアとか、あ、データのエクスポートもできますね。トレーニングプランとか、この筋肉ヒートマップっていうのがすごく気になる。あの、なんか他にもマルチスポーツって言ってなんかいろいろできるんですよね。ちょっと見てみますか。押して、あった、トレッドミル、あ、トラックラン、バイク、屋内、スイミング、オープンウォーター、ローイング、カヌーみたいな感じかな。ローイング、フラットウォーター、トライアスロン、筋トレ、室内有酸素、屋外有酸素、トレーニング、トレーニングプラン、AI コーチ、設定。めちゃくちゃなんかいろいろできるっぽいです。でね、あのこれ結構ランナーの方向けで、トラックランっていうのがあるんですよね。やっぱ GPS でトラック走るとあの結構ずれますよね。一周が 400m のはずなんだけど、なんか 390m とか 410m とか、まあ、10m なんですけど結構ずれるんですよね。なんですけどこれもしかしたらトラックランやると結構あの綺麗にいくかもしれないですね。あ、ちょっと今トラックランみたいなんですけど、こんな感じで1レーンとかありますね。レーン走るのもあの設定できるみたいですね。あ、でこれでレーン変更、1レーンで7メートル違うんでね。で最近このカロスがあの有名なランナーがねよく使ってますよね。キプチョゲ選手の NN ランニングチームとかもこのねカロスの時計を使ってあのレースだったり練習とかやってるみたいです。なんかインスタとかでそういうのを最近よく見るようになりました。でね、やっぱり機能的なものを見てみると、あのやっぱランニングに特化したものなのかなと思いますね。これできないものとして音楽を再生する機能はないんですよね。あのキャプテンアフターショックスのこう骨伝導イヤホンをつけてランニングするときはやってるんですけども、そういったものがないですね。なので本当に
ランニングに特化したモデルかなと思います。あとスイカとかああいったものもついてないです。なんでその分すごく軽いですね。これはもうつけた感触はもうねめちゃくちゃ軽い、なんかすごく身軽になった気分になります。で若干このベルトがなんかやりづらい感はありますね。でもこれすごくしっかりと結べているので、まあ、これはこれで、あでもちょっと慣れないとなんか難しそうな感じ。ちょっとねまだ使ってないのでこの辺り使ってみようかなと思います。結構画面的にもねこんな感じですね、はい、でここでこういじるっていう感じですね、うん、この結構ねボタン押すのってね結構大変じゃないですか。力がいるんでそのボタンのまあ押し加減にもよるんですけど、このねダイヤルはすごくなんかこうマウスのホイールあるじゃないですか、センターホイール、あんな感じでこうできるんでページ送りができるんでこれはいいですね。やっぱアップルウォッチとかにもね最近こういうねついてるんでやっぱこれはなかなか合理的な装置だなと思います。ちょっとね他のメーカーさんもこういうの取り入れてくれたらすごく嬉しいです。だってこれボタンがね2つしかない、物理的なスイッチが。やっぱねこうね機能的なものがあるとねこういうのもね減らせてこう直感的に分かりますよね。ボタン多いものってねちょっと忘れちゃうんで、ね、なかなか大変ですね。でなんかねウォッチフェイスとかもいろいろ変えれるみたいで、アプリの方で結構なんかデザインがなんか追加を確認聞かれますか、変わるんかな、97100、あ来ました、あこんな感じでウォッチフェイスを変えることができますね。これはもともとあるものしかできないのかな、カスタマイズはできないのかなっていう感じがしますね。結構開封からセットアップまですごくスムーズにいけた気がします。特にねペアリングなんてQR だけ読み込んでもうすぐペアリングするんでこれすごくいいですね。これもなんか Apple Watch の、 ペアリング方法とすごく酷似してましたね。 Apple Watch はなんかQR じゃなくて多分 何かの暗号化的なものをやってると思うんですけども、すごくいいですね。でちょっとこれからしばらく使ってみるんですけども、なんかこういうところどうですかっていうちょっと質問コメントいただければそのあたりを重点的に見ますし、なんか他のものと比較してみたり、こういう使い方ってどうなのっていう、なんかいろんなね道具っていうのは結構ねその人ごとのニーズによって変わってくるので、なんか自分はこう使いたいんですけどどうですかみたいなことをね伝えてくれたらキャプテンちょっとそれ試してみます。で他にもいろんな機能があるんでちょっとそれね調べながらすみませんねやっていきたいなと思います。ちょっと気になる方はコメントいただければと思います。カロスでした、はい、じゃあまたちょっとしばらく使ってみてまた動画を作ってみたいと思います。はい、バイバイ。